おはようございます。今日は日曜日、今日の動画は、石塚刑事休日に、お酒どんだけ飲むのかなっていう動画をちょっと回していきたいと思います。現在8時半か9時から、こっちに住んでる在住者の日本人の人たちと今サッカーしようかなと思ってます。昨晩は夜12時半に仕事終わって3時ぐらいまでサンタカとタカと飲んでて、タカの店で焼酎一本飲んでもうたんで、ちょっと今二日酔いなんですが、8時からのサッカーで汗流してこの酒抜いてからどんな感じで酒飲んでるのかなっていうのを撮ってみようと思います。まあこれ撮ってるからって言って無理してね、こんだけ飲めんねやと無理して飲みやしません。じゃあとりあえずサッカー行ってきますわ。じゃあはい、今サッカー終わって、大輔、カメラマンの大輔と11時6分、まずは1杯目いきます。二日酔いでまだ焼酎残ってるけど、美味しいかまずいか、あんまうまないなまあまあ休みなんで1杯目いきます。今サッカー終わってもうちょいしたら、まあみんな来んのかな、まあまあ飲みます。乾杯。2杯目いきます。ちょっと1杯目のビールのファーストタッチがうまなかったけど、ヨシさん来た、はい、ダブルピース。今日お疲れ様でした。2杯目のファーストタッチも悪いな。ファーストタッチどうやった？うまい。裏に抜ける動きのような感じのビールやね、この味は。1杯目はじゃあまた3杯目。ヨシさん、ヨシさんの今悩み聞いてんねん28日パーティーするから来てねって言って、多分あげる時はもう28ですけど、おい、おい、ヨミやった、ギャグやった、おい、やったや、やった、おい、やった、おい、いけたや、おーっしゃ。ちょっと1杯目に2杯目まずかったけど、3杯目になったらビールうまになってきた、乗ってきてましたおい4杯目で、ヨシさんがもう何だっけ、タケト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 に説教中スペインでは失敗を受けられることがあるし、好きなことやったまま勝ち。5いきます。スペイン語では5はシンコやから、チンコ、チンコ、違う、シャンペイ。ん、面白くなってきたのや、滑るのがおもろやろ。いや、取れてないから。あ、そう、はい、え、ヨシさん、5杯目の途中ですが、ヨシさんはなんか一回パーティーで大暴れして、N さんだけをいつもちょっとちょっかい出して、ごめんね、ごめんな言うけど、僕もそのパーティーで、いよいよ気温でやったんですけど、僕も一発殴られてるんですけど、僕まだあなたのごめんなを聞いてないんだけど。なあ、そうやな、まあ、そうやな、この話してた時、あ、エルさんごめんごめんってずっと言ってるやん、うん、俺あの時寄ってない時で殴られたやな。なんか刑事に俺ごめんね、聞いてない、今言って。いや、刑事になんかさ、あ、でもちょっとあんのちょっとあんのは、ええ、やっぱあの時殴られてからあんまり喋れない、滑舌が悪くなってんねんけ。テルの場合はね、なんかね、俺から仕掛けたからごめんってなるんだけど、いや、ケイジの場合はなんかやられてからの返しやから、違う、返しやからあんまごめんってなれへんのよね。いや、あの時俺乗ってなかったよねなんかね、なんかお前やりすぎやぞ、気をつけろよって店としてちゃんとお前やりすぎやーって時バコーン行きよったよな。初耳や6杯目、六杯目。まあでも多分わかんない、今は別急遽家の近所の友達の家に行くことになったんで、6杯目大輔と6杯目。もうそろそろ焼酎飲みたいお友達の素敵な家に来て、ワイン何杯目か忘れました。
じゃあ乾杯。これね、はい、18年時間何時？今2時半。まだ行けますね。ウイスキーいます。今からウイスキー。オッケー。何杯目？10杯。今お友達の家に誕生日パーティーに勝手に来て、高級白ワインジョージと。何杯目？ジョージは。これは4杯目です。おい、追いつけよ。ジョージ、何杯目かわからない。ウイスキー、ジョージ持ってきたウイスキー。ありがとうございます。ジョージが持ってきたやつは何？グレンフィリックの18年。おっしゃー。シングルモルト、スコッチのシングルモルト。ええ感じ？ええ感じです。えい、何枚目か分からん。ありがとうございます。ウイスキーありがとうございます。ジョージ、ワイン。西澤さん、これ何杯目ですか？分からん。じゃあワイン。じゃあワイン。すいませんでした。